こんにちは。今日の講義は書籍ドラッカーに学ぶ人間学、個人も組織も成長する大法則です。この書籍はドラッカー学会の推薦を受けており、個人や組織の成長に不可欠な大法則を解説しています。著者はドラッカー研究の第一人者であり、約20年にわたる膨大な研究から厳選した37の言葉を通じてビジネスパーソンに向けた実践的な知恵を提供しています。さて、この書籍の連載が始まったのは2019年初めのことで、当時は世界がパンデミックの脅威に直面することなど誰も予測していませんでした。しかし、まさにこのような予測不可能な状況においてドラッカーの言葉はその進化を発揮するのです。著者は、変動する社会を観察する目を与えるドラッカーの言葉が、従来の常識が通用しない断絶の時代に生きる私たちにとっての道標となると主張しています。コロナ災いを経験した現在、チームの作り方やコミュニケーションの在り方が劇的に変わり、組織運営の方法やマネージャーの役割を根本から見直す必要が出てきました。本書の中でドラッカーは、マネジメントとは科学であると同時に人間学であると説いています。これは組織の文化を作り出すリーダーの資質や役割について深く掘り下げるものであり、ポストコロナの社会において日本の強みを生かして再生する方法についても触れています。組織の運営や個人のセルフマネジメント能力が問われる今、ドラッカーの教えはまさに時宜を得たものと言えるでしょう。第1章では、変化に備え未来を切り開くというテーマが扱われています。変化の激しい現代において未来を予測し、その変化に備えるための具体的なアプローチが紹介されています。ドラッカーの言葉を通じて未来に対する準備の重要性が強調され、具体的な方法論が示されています。第2章では、組織の中で最高の仕事をするための考え方が取り上げられています。ここでは、組織内で最高の成果を上げるための心構えや行動指針が解説されています。ドラッカーの洞察に基づき、個々のメンバーがどのようにして組織全体の目標に貢献できるかを学ぶことができます。第3章は、組織の文化を作るリーダーの資質と役割に焦点を当てています。リーダーシップの本質とは何か、どのようにして組織の文化を醸成するかについてドラッカーの教えをもとに詳しく解説されています。ここでは、リーダーとしての役割を果たすために必要なスキルや心構えが述べられています。第4章では、成果を上げ続けるために必要な志と自己開発がテーマとなっています。ここでは、成果を持続的に上げるためには何が必要か、どのようにして自己を開発し続けるかについて詳述されています。ドラッカーの教えから自己成長と成果の関係性が深く掘り下げられています。第5章は、日本の強みを生かしてポストコロナの社会を再生するというテーマです。ここでは、ポストコロナ時代において日本が持つ独自の強みをいかに生かし社会を再生していくかについて具体的な提言がされています。ドラッカーの洞察を通じて日本社会の再生に向けた新たな視点が提供されています。著者の佐藤仁氏は、ドラッカー学会の共同代表理事を務める人物であり、昭和36年に北海道で生まれ、小樽商科大学商学部商業学科を卒業しています。平成2年には公認会計士試験に合格し、佐藤等公認会計士事務所を開設しました。また、大学院商学研究科修士課程も修了し、実践するマネジメント読書会を創設しています。彼の著書には、実践するドラッカーシリーズや、ドラッカー教授組織づくりの原理原則などがあります。ドラッカーの洞察は現代のビジネス環境においても非常に有益です。例えば、組織の持続可能な成長を考える際に、ドラッカーの言葉は貴重な指針となります。彼は組織の成功において人材の重要性を強調していますが、これは現代の組織も同様に重要な課題です。組織が持続的な成果を上げるためには優れた人材の獲得と育成が欠かせません。そのため、ドラッカーの教えは人事戦略や人材開発に関わるプロフェッショナルにとって非常に貴重なものとなるでしょう。また、ドラッカーは組織のリーダーシップについても重要な示唆を与えています。彼はリーダーがメンバーの力を引き出すことが重要であると説いていますが、これは現代のリーダーシップ論でも共通する考え方です。リーダーがメンバーとの信頼関係を築き、
彼らの能力を最大限に発揮させる環境を作ることが組織の成功につながります。したがってドラッカーのリーダーシップに関する教えは現代のリーダーにとっても示唆に富んだものとなるでしょう。さらにドラッカーは持続的な成果の重要性にも言及しています。彼は組織が長期的な視点で成功を追求することが重要であると説いていますが、これは現代のビジネス環境でも重要なテーマです。一時的な成功にとらわれず持続可能な成果を追求することが組織の持続的な成長につながります。そのためドラッカーの持続的な成果に関する教えは経営者や組織のリーダーにとって重要な指針となるでしょう。ドラッカーの教えは個人にも大きな影響を与えます。彼は自己成長と自己管理の重要性を強調しており、個人が自らの能力を高めることが成功への鍵であると述べています。したがって彼の教えは個人が自己成長やキャリアの発展を考える際にも大きな示唆を与えます。彼の言葉を通じて個人は自己管理能力やリーダーシップスキルを高め、自らの目標を達成するための道筋を見出すことができるでしょう。以上のようにドラッカーの教えは現代のビジネス環境や個人の成長にとって非常に有益なものです。彼の洞察は組織の持続的な成長や個人のキャリア発展に向けた導標となり、多くの人々にとって貴重な指針となることでしょう。そのため彼の教えを学ぶことは現代のビジネスプロフェッショナルや個人にとって非常に意義深いものとなるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら健康でなければ学びや経験を生かすことができませんし、美容にも気を配ることで自信を持って活動できるからです。そこで健康管理や美容に特化したニーズに応えるサービスとして注目すべきライズアップ結果にコミットプライベートジムがあります。このプライベートジムの特徴は多岐にわたります。まず専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが挙げられます。個別のニーズや目標に合わせてトレーニングプログラムが作成され、トレーナーが常にサポートしてくれます。これにより効果的なトレーニングを行うことが可能です。また食生活やメンタルのマネージメントも重視されています。健康的な食事やメンタルのバランスはトレーニング効果を高める上で欠かせない要素です。このジムではトータルな健康管理をサポートしています。さらに30日間無条件全額返金保証が提供されています。自信を持ってサービスを提供できるからこそ実現できる保証であり、利用者に安心感を与えます。そして1日50分、週に2回の無理のないトレーニングスケジュールが用意されています。忙しい現代人でも無理なく続けられるプランニングが魅力的です。無料カウンセリングや完全個室のプライベートな空間など、利用者のプライバシーと利便性を重視したサービスも充実しています。総じてライズアップ結果にコミットプライベートジムはダイエットだけでなく健康管理や美容にも特化したニーズに応えるプロフェッショナルなサービスといえます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。